皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、私のおすすめプロテイン3つランキング形式でご紹介していこうかなと思います。よろしくお願いします。私が初めてプロテインを飲んだのが今から14年前ですね。高校生で野球やってたんですけども、体を大きくしようと思ってプロテイン飲み始めたのがきっかけで、飲んだり飲まなかったりしてた時期もあったんですけど、まあそれからですね、14年間ずっとこうプロテインを飲んできた中で、やっぱりね、味はBレジェンドのプロテイン本当に自信を持っておすすめできるぐらい美味しいと思ってます。その中でもですね、私が特に好きな味3つご紹介したいなと思います。第3位なんですけども、第3位はですね、南国パイン風味になります。これはですね、私がリアルスタイルを入社試験を受けようと思った時に、リアルスタイルどんな会社なのかなと調べた時に、当時ですね、Bレジェンドを知らなかったんですね。飲んだこともなかったんですよ。海外の有名なプロテインをずっと飲んでたんですけども、入社試験受けるのにそこのプロテインをこう飲んだこともないっていうのはいかんなと思いまして、当時味がまだまだ少ない時期だったんで、そんなに種類は多くなかったんですけども、当時出てたお試しパック全種類一通り買いまして飲んでみたんですね。そこで一番衝撃を受けたのはこのパイン風味なんですね。こんな美味しいプロテインあんのかと思いまして、本当にフルーツオレみたいな感じで、プロテインでこんな自然な感じで果物系のフレーバー作れるんやと思って、本当に感動したの今でも覚えてます。そういった思い出もありまして、南国パイン風味は第3位ということで、第2位なんですけども、第2位はナチュラルですね。お客様の中でもですね、一番人気がある風味になるんですけども、なんといってもナチュラルはコスパの良さですね。味付けがね、他のフレーバーに比べてシンプルな分、タンパク質の含有量も若干多いですし、それでいて他のフレーバーに比べて安いということで、それでいてね、品質も高品質なホエープロテイン使ってますので、そういう意味ではですね、ハードにトレーニングをされていて毎日大量にプロテイン飲まれる方なんかはナチュラルすごいいいんじゃないかなと思います。ナチュラルのね、シンプルな味付けが好きだっていうお客様もすごい多いですし、私もそのタイプでして、やっぱり毎日飲むとなると、こう味付けが強すぎるとですね、飽きてきたりとかすることがあるんですけども、ナチュラルの場合は味付けがシンプルな分飽きがきにくいというのと、いろいろですねアレンジがしやすいんですね。例えばちょっとね、黒糖を入れてみたりとか、蜂蜜垂らしてみたりだとか、あとはゼロカロリーのシロップとか風味付けをするようなアイテムが売ってたりするので、そういうのを入れてちょっとね、風味を変えてみたりして、味を変えながらこう長いことずっとナチュラルでこうやっていけるというところで、すごい気に入ってよく飲んでいます。ではですね、最後第1位なんですけども、これはですね、玄松ですね。まあこれもコスパが一番なんですけども、ナチュラルと比べても安い、あとはタンパク質含有量の多さが2つ目いきます。やっぱりね、甘味料とかなるべくこう添加物が入っていない分ですね、お得にタンパク質が取れるということで、やっぱりヘビーユーザーのお客様からも非常に人気の高いフレーバー、まあフレーバーついてないんですけどもなってますので、よりですね、こうしっかり筋トレをして、味よりもタンパク質の量、安くタンパク質取りたいっていう方なんかは玄松試してみていただけるといいかなと思います。このフレーバーだからといって決してこうまずいっていうわけではなくて、ホエー自体もものすごい品質のいいものを使ってますので、人によってはね、ちょっとこうミルク臭さが気になる方もいらっしゃると思うんですけども、すごい自然な味わいで飲みやすいですし、私が気に入っているのはビルダー飲みっていうんですけど、粉を先にガーッと入れて、で水をちょっと入れてブクブクってしてこう飲む飲み方、まあほとんどこう噛んで食べるみたいな感じになってしまうんですけども、ちょっとこうお腹が空いた時にスプーン半分とか3分の1ぐらいのちょっとの量をビルダー飲み口に含んでちょっと食べてですね、こうおやつ感覚で栄養補給したりとかですね、そういう使い方をよくしています。プロテインランキング3つご紹介したんですけども、番外編ということでもう一つだけですね、おすすめのプロテインの食べ方になるんですけども、ご紹介したいなと思います。 Bレジェンドのウェイトダウンさっぱりヨーグルト風味ですね。これ別の動画でもちょろっと言ったことあると思うんですけども、ウェイトダウンのヨーグルト風味を無脂肪ヨーグルト、それもプレーンのやつですね、砂糖が入ってないやつ
に入れてですね、混ぜて食べていただくとレアチーズケーキみたいな味わいになるんですよ。減量中なんかはですね、本当におやつ代わりにものすごいよく食べるんですね。なるべく余分なカロリーは取りたくない、特に脂質は取りたくないわけなんで、そういう時にですね、こう無脂肪でプレーンなんで砂糖も入ってないっていうヨーグルトに低カロリーのウェイトダウンを混ぜて食べると、そういうプロテインなんで、非常にお腹持ちもいいですし、味もね本当にレアチーズケーキみたいな味で美味しいので、ぜひぜひですね、減量中の方は一度試してみていただきたいなと思います。私はもう面倒なんでヨーグルトに混ぜてそのまま食べてますけども、例えばこうゼラチンとかですね、寒天を一緒に入れていただいて、それ固めて食べていただくのもゼリームースというかババロアというか、ちょっとこう食感がまた変わって楽しめるかなと思いますので、興味がある方は一回試してみて、どんな感じだったか教えていただけると嬉しいなと思います。では今回はですね、私のおすすめプロテイン3つと番外編ということで、おすすめのプロテインの食べ方お話しさせていただきました。皆さんのお好きな風味とか飲み方、食べ方なんかがあればコメント欄で教えてください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。